モラルの起源、道徳、良心、利他行動はどのように進化したのか。モラルオリジンズ、The Evolution of Virtue, Altruism and Shame。 クリストファー・ボーム、 CHRISTOPHER BOEHM。このように利他行動に関心が向けられた歴史的背景はとても興味深い。ダーウィンの利己的な自然選択説によれば、個体は適応度、自然選択に対する個体の有利さの度合いをめぐって間接的に競い合っており、すでに見たようにより強権化、さもなくば食料や配偶者の確保により適した個体がその種の未来の遺伝形質を形作る上で優位に立つとされている。これは簡単に説明することができた。好ましい個体は同じグループや地域やもっと規模の大きな集団の中で、他者より生存率や繁殖率の人間の身体の進化、特に並外れて大きな脳と直立歩行の進化に関して、ダーウィンの仮説は大胆で、当時知られていた事実が少なかったことを考えれば実に軽眼であった。彼が書き留めた基本的な骨子は今も間違っていない。これと同じぐらい大胆なもう一つのダーウィンの仮説は、本書のテーマである道徳的行動や人間の良心の起源と関わっていた。自覚的な良心に関しては特に挑発するような論じ方をしていた。今や彼は自らの自然主義的なアプローチを、それまでもっぱら教会の、いやもっと正確に言えば神の扱う領域だった精神に持ち込もうとしていたからだ。ダーウィンは人間がいかにして精神を持つようになったかという問題には取り組まなかった。それどころか精神、ソウルという言葉は人間の進化と正当化の細々して長い索引にも現れない。それでも彼は我々の良心や道徳観念が我々の大きな脳や直立した姿勢や文化を生み出す一般的な能力と同じく自然選択されたものであると明らかに考えていた。聡明で几帳面な科学者だったダーウィンは、良心の起源について妥当な科学的主張と言えそうなものができるだけのデータを持ち合わせていなかったが、自分なりにベストを尽くし、その状況下で彼のベストはとても素晴らしかった。
1871年にシンパシー、同情の本能について述べたくだりは、進化生物学者のジェシカ・フラックや霊長類学者のフランス・ドゥヴァールといった現代の科学者のほか、道徳の起源に興味のある人々によく引き合いに出されるが、中11フラック&ドゥヴァール2000中終わり。そこにダーウィンはこう書いている。際立った社会的本能、ここには親子の愛情も含まれる、を授かった動物ならば何であれ、その知能が人間と同じぐらいかほとんど同じぐらいに発達すれば、すぐさま道徳観念や良心を必然的に獲得するはずだ。中12ダーウィン1982、1871、71から72、中終わり。内観的なチャールズ・ダーウィンは、両親の働きについては雄弁になった。そして言うまでもなく、彼自身の超自我、自我の働きを監視し、抑圧する両親の役目を果たす者、は強く活発に働いていた。社会的にはこの慈悲深い内なる声のおかげで、我々は仲間と面倒を起こさずに済んでいるのだとダーウィンは言い、彼はその内なる声の進化上の源をぜひとも説明したいと思っていた。しかし彼に語れたのは良心の獲得、ひいては道徳観念の獲得というものが、生物の種が十分に賢くなり社会的な同情もするような人間のレベルに達すると必ず至る結果なのだということだけだった。残念ながらこうして人間にしかない良心は進化においてただの副産物、知性と同情の副作用だと見られることとなった。この見方は現在の知見を利用すれば大いに改善できると私は思っている。今後の章でかなり具体的な仮説をいくつか提示し、良心がなぜどのようにして進化を遂げたのかを説明することにしよう。は正常に戻った。腫瘍が再発すると異常な興味がまた抑制できなくなったので、因果関係は明々白々だった。中8ダマシオ2002中終わり。前頭前皮質は一般に計画立案に関わる脳領域として社会的な影響を評価するだけでなく、反社会的な衝動を抑え込むのにも役立っている。こうした機能から人間の良心は集団とのいざこざを避けることで個人の適応度を高める能力であると定義できるのだ。サイコパス精神病質者の脳、それに生まれつき障害のある人もいる。心理学者のロバート・ヘアはサイコパスであると客観的に評価した犯罪者の研究をライフワークとしている。彼は初めて狡猾なサイコパスさえも逃れられないようなスクリーニングテスト、選別検査を考案した。その目的は刑務所の中でそんな人間を見つけ市中へ放たないようにすることだった。中9ヘア1993中終わり。ヘアによればサイコパスとは善悪の観念や他者への共感を深く覚えるといった通常の道徳的感情に基づく一般的な良心を生じさせない形質を受け継いだ存在である。そうしたいわゆる異常者には凶悪で悔い改めることのない連続殺人犯、その中には誰もが名を知る者もいるが、多くは正体を隠して警察に捕まえられずにいるがいるが、それ以上に大勢いるのはしばしば口がうまく、時にかなり魅力的だが、ひどくエゴイスティックで人に共感することのない詐欺師、平気で嘘をつき
当然のように両親の呵責も恥も感じずに他人を利用したり傷つけたりするだ。サイコパスは殺人にはまるにせよ、路上犯罪や知能犯罪、あるいは騙されやすい人を利用する信用詐欺に手を染めるにせよ、支配やコントロールに異常な執着を見せる。共通して言えるのは、正常な道徳的指針を持たず、自分が利用するかもにダメージを負わせることを一切気にしないという点だ。他人と感情面でつながることも含め、正常な良心を持たない彼らは、他人を利己的に利用するために平気で嘘をつく。そして自分が騙したり殺したりした相手に全く哀れみ、シンパシーを感じない。こうした人は女性よりも男性の割合が高く、概して彼らの感情は表面的で、普通の人間なら子供の頃に内面化できる道徳的なルールと自分を結びつける感覚を持たない。サイコパシー、精神病質は幼いうちに現れるので、感情の面で重要な道徳的なルールの学習が不十分になるのだ。ここで急いで強調しておきたいが、典型的なサイコパスは広く考えられているような連続殺人犯ではなく、自分が略奪する相手に何の共感も持たない詐欺師である。一般にそんな人間は知能が高く自己中心的で、時として嘘が見えすぎたものとなっても説得力のある顔をするのがうまい。年金暮らしの高齢者に幽霊株を売りつけたり、暴力を振るう夫、妻は彼が生まれつきそうだとは知らず、彼が変わることをずっと願っているになったりする素質が申し分ないまでにある。しかし殺人に興味を惹かれたら、この人間は無慈悲に人を殺すし、そんなサイコパスの殿堂入りをした人物には、ヒルサイドの考察魔、いとこ同士の二人でカリフォルニアの少女たちを残酷に拷問して殺したのほか、もちろんジョン・ウェイン・ゲイシーやジェフリー・ダーマー、いずれも複数の男性を自宅に連れ込んで暴行殺害などがいる。羊たちの沈黙を別にすれば、これらが一般に知られているサイコパスだが、もちろんもっとたくさんいて、大半は捕まっておらず、現代の都市化された社会で勢いを増している。匿名の隠れ蓑が悪人にとっては便利なのだ。良心の働きがほとんどなく、神の罰を大抵恐れることもない彼らは、警察の裏をかきさえすればいいのである。サイコパスは偽装の完璧な達人で、自分の感情は枯れているのに、道徳的感情がどう働くかを理解している。興味深いことに、このおかげで彼らは他人の感情を操る真のエキスパートとなれるのであり、そのため仮釈放監察委員会をしばしばうまく騙し、チャンスを与えれば更生して社会に貢献する人間になれると思い込ませてしまう。サイコパスはそのように生まれついているため、ポジティブな感情とルールの観念との間に通常の結びつきができないことを思い出してもらおう。だからこそ、部屋の著書のタイトルは、良心がない。放題は、診断名サイコパス、なのだ。部屋によれば、サイコパスについてせめて期待できるのは、高齢になると、その反社会的な傾向がいくらか自然に減っていくということらしい。それを別にすれば、仮釈放監察委員会は注意が必要だ。一般的なサイコパスは前頭前皮質に損傷を負っていないので、生まれつきの背徳者だ。大抵平均を上回る知能があるので、中には社会のルールを理解するのにとても長けた者もいて、見事に通常の感情を持つふりをすることができる。おまけに彼らは相当抜け目なく、普通の人の信用を利用することもできる。例えばある連続殺人犯は、
足を骨折しているからと助けを求めて善意の少女たちを車に誘い込んだ。しかしそこまで周到でない多くのサイコパスは得てして無鉄砲にスリルを求めるので、すぐに捕まる軽犯罪者と同じように人生の大半を獄中で過ごす。サイコパスは全人口では数百人に一人以上の割合で存在するに違いない。彼らは自責や恥の感情を持たないだけではない、衝動的な略奪をすることに奇妙な誇りも持っている。こうした人間はあらゆる社会的階級に見られ、あまりにも根本的な障害なので、ロバート・ヘアのスクリーニングテストで高い点を取る人間には精神医学的治療はほとんど、あるいは全く役に立たない。彼らは二つの理由で十分に道徳的な人間にはなれない。第一に、社会のルールを認めて内面化するのに必要な感情面の結びつきを持たないからで、第二に、他人への共感を欠いているからだ。通常の人間は集団の道徳観念とどう結びついているのか。半世紀前、社会学者のタルコット・パーソンズが人間の社会的行動を文化的視点や心理学的視点など様々な角度から観察し、価値とルールの内面化について説得力のある説明をした。中10パーソンズ&シルス1952ギンタス2003も参照。中終わり。彼が言わんとしていたのは、要するに集団がその社会的価値観を、自分がしてもらいたいと思うことを他人にせよなどの行動規範に言い直す場合、個人はそうしたルールと感情面で結びついて、ルールに従うと気分がよく、ルールを破ると落ち着かない気分になるようになるということだった。何時盗むなかれなどの内面化されたルールに逆らうと、通常の人間は自分を恥じて何かひどい目に遭うのではないかと思い、現行犯で捕まれば社会的に責め苦を受け、その後心から自責の念に駆られる。だがサイコパスはそうではない。サイコパスに関するパーソンズの考察を考えてみよう。この略奪者たちは社会の価値観やルールを通常の人間のようには内面化できず、そのため彼らの中ではダーウィンが雄弁に語ったような自己判断に基づく道徳的感情のこもった内なる声がささやかれていない。中11ダーウィン1982-1871中終わり。一方、サイコパスでない人は自分のアイデンティティの重要な部分がルールに従うことと結びついているように思うだろうし、それに基づいて自尊心が傷ついたり高まったりする。道徳的に正常な人間は自分を自らの文化と、また実りある社会生活に内在する特定のルールと強く結びつける。権力や財産やセックスや地位を求めるために、そうしたルールをいくつかあっさり破ってしまうかもしれないが、それでもルールと結びつけようとするのだ。だがサイコパスはそもそもそんなルールと自分を結びつけない。そんな異常がどうして生まれるのか。今日ことによると数百人に一人以上が極めて獰猛なサイコパスとなりうるのはなぜなのか。大きく逸脱した人間がひどく罰せられ、適応度に影響が及ぶのなら、どうしてそのような社会的異常者の遺伝子が人の遺伝子プールにまだ残っているのだろう。この疑問に答えるには、進化の言葉で問題を言い換え、我々が狩猟採集民だった過去に、サイコパシーはその形質を持つ個人にどんなメリットを与えたのかと問わなければならない。先史時代、そうした人間の一部は
死刑の対象となったに違いないが、ひょっとしたらいくらか適応上のメリットもあったかもしれない。例えば非常に利己的で支配力を振るう傾向を持っていると、集団による組織的な処罰に基づく平等主義的なライフスタイルが生じる前の階層性の強い初期の人類社会ではかなり有利だった可能性がある。また階層的でなく道徳面で平等主義だった戦死時代の集団の社会でも極めて利己的であると何らかの適応上の利益があったのかもしれない。それがひどく反社会的な形で現れた場合には大問題を引き起こしかねないとしても、この先明らかになるが、鍵を握っていたのは自制だったのである。何か特定の遺伝子が関与しているようにも見えるが、どうしたらそれを明らかにできるのだろう。ロバート・ヘアと同様、ヘアの指導を受けた心理学者ケント・キールも囚人を対象に研究を行っている。キールはイノベーター、変革者だ。移動式の MRI ユニットを刑務所へ持ち込んで凶悪犯の脳を調べたのである。このニューメキシコ大学精神研究所の研究教授、研究専門で講義を受け持たない教授職は、部屋の定めた評価手順をもとに、どの犯罪者がサイコパスで、またどの犯罪者が感情と結びついた正常な道徳観念を持っているのかを判別し、両者を比較した。中12。キール2008、キール、エトオール2006も参照。中終わり。殺人者がどちらのカテゴリーに分類されるかは、犠牲者に道義的な共感を抱き、後で自責に駆られるかどうかで決まる。一般にサイコパスの殺人者は殺しの最中も後も落ち着いていられるが、衝動的な怒りで人を殺してしまった道徳面で正常な凶悪犯は、自分が究極の痛みやダメージを与えた事実に心底動揺する。これは後者の人間の道徳的素質が他の人間と変わらないことを示しており、自責の念は生涯続くかもしれない。両方のカテゴリーの囚人から多数のサンプルを取って脳のスキャンを行った結果、キールはサイコパスの脳の基底にある膀辺縁系に明らかな異常を見つけた。脳内のこのかなり古い部位は感情をさまざまな社会的状況への反応と結びつけるところなので、良心の正常な機能であるルールの内面化という問題に話が戻ることになる。最もよく適応した良心は臨機応変なもの。良心があるということについては何通りもの考え方がある。例えばジークムント・フロイトは超自我を、我々と御しがたいリビドーを、フロイトの考えでは性的本能の元になるエネルギーとの間に立つ心的メカニズムであると語っている。中13。フロイト1918。中終わり。また経済学者のロバート・フランクは、良心とそれにまつわる感情は個人が環境に適応するのを助けると主張した。中14。フランク1988。中終わり。もっと一般的に言えば、良心があるというのは心の中で反社会的行動を抑制していることを意味し、さらに付け加えるなら、社会のルールの遵守にプライドを見出すことでもある。だが本書では進化的良心というものをさらに広い意味で定義しよう。数十年前、ダーウィニズムと人間の諸問題、山根正樹、牧野俊一役、試作者において生物学者のリチャード・D・アレグザンダーは、進化的良心が
反社会的行動の抑制手段にとどまらないものであることを明らかにした。彼はそれを耐え難いリスクを負わずに自分自身の利益をどこまで提供できるかを静かにささやく声と呼んだ。中15、アレグザンダー、1979-102、中終わり。すると両親は高社会的な行動をできるだけ多くし、逸脱的行動をできるだけ少なくする純然たる道徳の力と同じぐらい抜け目なくリスクを計算しているように見える。両親とその進化に関心があるのなら、それが我々の適応度にどれだけ貢献したかという観点から客観的に定義する必要があり、この点でアレグザンダーの現実的な定義はダーウィンのものよりもやや優れている。知っての通り、ダーウィンは両親をどれだけの不道徳なら罰せられずに済むのかと戦略を練るための手立てでなく、不道徳を抑止するための手段と捉えていた。2. 氷人間スキップ。両親は精神の窓、邪悪な心はそのカーテン。ダグホートン。カエルの虐殺を楽しむ。スキップは子供の頃、毎年夏になると家族と一緒にバージニア山地の小さな湖にある別荘に出かけた。一家はスキップが8歳の時からマサチューセッツの高校に通うようになるまでそこで夏休みを過ごし、スキップはバージニアの夏を楽しみにした。することはあまりなかったが、自分で考え出した特別な遊びが猛烈に愉快だったので、他に楽しみがなくても埋め合わせがついた。本当の話、冬に小学校の教室でバカな教師がつまらない授業を延々と続ける間、彼は時々暖かいバージニアの湖で遊ぶ自分を思い浮かべ、思わず声を出して笑ってしまうほどだった。スキップは子供の頃から頭が良くてハンサムだった。頭が良くてハンサム。両親も両親の友達も、そして教師までもが繰り返しそう言った。だがその彼がなぜあまり成績が良くないのか、なぜ年頃になっても女の子とデートしたがらないのか、周囲の人々は理解できなかった。彼らは知らなかったが、スキップは11歳の時から大勢の女の子と両親や教師が想像もできないような付き合い方をしていたのだ。スキップの周りには彼の甘い言葉と魅力的な笑顔に負ける女の子、大抵は年上が絶えずいた。女の子たちは彼をこっそり自分の部屋に入れたが、時には人目につかない運動場の隅やソフトボール場の野外席でも相引きをした。成績については彼は本当はとても頭が良かった。オール A プラスにもなれたのだが、努力しなくても C は取れたので彼はそうした。勉強しなくても B さえ取れることもあって彼は面白がった。教師たちは彼を気に入り、女の子たちと同じように彼の笑顔やお世辞に弱かった。そして成績はいまいちながらも、スキップはいい高校に進み、名門大学に行くだろうと誰もが考えた。彼の親は大資産家で、他の子供たちの言葉を借りれば、超金持ちだった。12歳の頃、スキップは自分の部屋で両親が買ってくれたアンティークのロールトップデスクに向かい、親が死んだら自分にいくら遺産が入るか計算した。計算の資料にしたのは、父親の書棚から盗み出した資産報告書だった。報告書は分かりにくく不完全だったが、正確な数字は出なくても、スキップはいつか自分が大金持ちになることをはっきりと確信した。だが彼の気持ちは満たされなかった。ほとんどいつも退屈していたのだ。女の子と遊んでも、教師をおちょくっても、自分が手にする金のことを考えても、気持ちの高揚はせいぜい30分ほどしか続かない。家の財産は最高の楽しみを約束していたが、まだ自分では動かせない。
彼は子供なのだ。そう、退屈から唯一解放されるのは、バージニアで楽しいゲームをするときだった。最初の夏休みに8歳だった彼は、他にいい道具がなかったので、ハサミでウシガエルを突き刺した。カエルは釣り小屋にあった網で、湖のぬかるんだ岸辺から簡単に捕まえられた。カエルを仰向けにさせて、膨らんだ腹にハサミを突き立て、もう一度ひっくり返して、血を流し切ったカエルの間抜けな目玉が死んでいくのを眺めた。彼はその死骸を湖のできるだけ遠くまで放り投げ、こう叫んだ。お前にはあいにくだったな、バカ面のカエル野郎。湖にはカエルがたくさんいた。彼は何時間もカエルを殺し続けたが、それでもまだ何百匹も残っているようだった。そして最初の夏が終わる頃、スキップはもっといい方法はないかと考えた。カエルを突き刺すのに飽きたのだ。吹き飛ばしたら面白そうだ。太っちょののろまな奴らを何かで爆発させる。そこでとびきりの名案が浮かんだ。彼は年上の少年たちを大勢知っており、その中に一人、4月の春休みになるとサウスカロライナに家族と出かけるティムがいた。スキップはサウスカロライナでは店で簡単に花火が買えるのを知っていた。ティムはスキップから買収され、そこへ行ったら花火を買い、スーツケースの底に忍ばせて家に持ち帰ると約束させられた。ティムは怖がったが、スキップが調子のいい言葉とたっぷりの金で承知させたのだ。これで翌年の夏はハサミではなく花火が使える。現金は家で何の問題もなく手に入り、計画は見事にうまくいった。その4月、彼は銃の雑誌で見た星条旗という花火の詰め合わせセットを200ドル分買うことにし、ティムへの賄賂に100ドル使った。そしてスキップはようやく包みを手に入れた。素晴らしい品物だった。彼が星条旗を選んだのは、ウシガエルの口に入るほど小さな花火が一番多く揃っていたからだった。小さな筒状の花火、レディーフィンガーという名前のほっそりした小さくて赤いファイアクラッカー、ウィザード魔法使いという直径2センチの手筒花火、そして彼のお気に入りは頭蓋骨と2本の骨が交差した挿絵付きの死の破壊力という箱に入った直径4センチの手筒花火だった。その夏、彼は捕まえたカエルの口の中に花火を一つまた一つと突っ込み火をつけ、カエルを湖めがけて高々と放り投げた。時には点火した後カエルを下ろして、自分は走って逃げ、遠くからカエルが破裂する様子を眺めた。素晴らしい光景だった。血、ベトベトした液体、光、大きな音、色鮮やかに花開く火の玉。あまり素晴らしかったので、自分の天才ぶりを人に見せびらかしたくなった。ある日、彼は6歳の妹クレアを湖に誘い出し、カエルを捕まえるのを手伝わせ、彼女の目の前でそのカエルを空中で爆発させた。クレアは狂ったように悲鳴を上げ、足の動く限り早く走って家に戻った。家族の豪勢な別荘は湖から800メートルほど離れた、高さ30メートルほどのツガの木が立ち並ぶ静かな林の裏にあった。スキップの両親にも破裂音が聞こえる距離で、二人はスキップが湖で花火をしているのを察した。だが両親はだいぶ前から彼が素直に言うことを聞く子ではなく、叱るときは慎重に話題を選ぶ必要があると悟っていた。そして花火のことは問題にすべきではないと考えた。たとえ6歳のクレアが駆け戻って、スキップがカエルを吹き飛ばしたと母親に訴えたとしても、スキップの母親は書斎のレコードプレイヤーの音量を最大限にし、クレアは猫のエミリーを隠そうとした。スーパースキップの大出世。スキップはサイコパスである。彼は両親、
他者への感情的愛着から生まれる義務感を持っていない。そしてこれからご紹介するように、彼のその後の人生は良心を欠いた知的な成人の典型を示している。良心を持たない人物の成り行きを正確に想像することは難しい。道徳観念がなく冷淡なために社会の隅で孤立するだろうか。絶えず人を脅迫し、歯をむき出し、よだれを垂らし、野獣のようになるだろうか。スキップがやがて殺人を犯したと考える人は多いだろう。最後は金のために両親を殺したかもしれない。自分も死ぬか、重警備刑務所に入れられたのではないか。いかにもありそうだが、実際にはそのようなことは一切起こらなかった。スキップはまだ生きていて、誰も、少なくとも直接的には、殺していないし、今のところ刑務所にも入っていない。それどころか、彼はまだ親の財産を相続していないが、成功して王様並みの金持ちになっている。そしてもし、あなたがレストランや街角で今の彼を見かけたなら、高価なビジネススーツを着込んだ、身なりのいい普通の中年紳士に見えることだろう。なぜそんなことが可能だったのか。スキップはサイコパスではなくなったのか。善人になったのか。いや、実のところますます悪くなった。彼はスーパースキップになったのだ。優秀とは言い難いが、まあまあの成績と持ち前の魅力と、そして家族の影響力で、スキップはマサチューセッツの名門寄宿学校に進学し、家族は安堵のため息を漏らした。彼が学校に入ると同時に自分たちのそばから少し遠ざかったのでほっとしたのだ。教師たちはまだ彼のカリスマ性を認めていたが、母親と妹は彼が作詞で気味の悪いところがあると気づいていた。クレアが時々スキップの変な目つきについて口にすると、母親は打ちひしがれた顔をしてその話はしたくないというのだった。他の人たちは大抵彼にハンサムな若者の姿しか見ていなかった。大学を決める時期になり、スキップは父親の母校、祖父の母校でもある、に入学を許された。そこで彼は遊び好きで女性にモテモテの学生として有名になった。例によって C 平均という成績で卒業し、少しレベルの落ちるビジネススクールで MBA 経営管理学修士のコースに入学した。ビジネスの世界でならゲームのコツが簡単に覚えられ、持って生まれた自分の才能を利用して楽しめると考えたからだ。成績はここでも良くなかったが、人を魅了し自分の思い通りにさせる能力には磨きがかかった。26歳になった時、アリカ社に入社した。鉱山で使われる爆破、採掘、出荷用の機械類を製造する会社である。真っ青な瞳と絶妙なタイミングで見せる魅力的な笑顔を持つ彼は、雇い主から見れば相手方の営業担当者をその気にさせ、折衝に弾みをつける役目にまさにうってつけだった。スキップからすると高学歴の先輩たちを操るのはサウスカロライナでティムに花火を買わせたのと同じほど簡単だった。そしてもちろん嘘はますます巧妙になり、息と同じほど自然につけた。もっといいことに、慢性的に退屈しているスキップには危ない橋を渡るプレッシャーは大歓迎で、他の誰もが手を出さない大きな賭けも進んで引き受けた。入社3年目を迎える前に、彼はチリの鉱山、南アフリカの金山に攻撃をかけ、おかげでアリカ社は、縦鉱掘りと露天掘りの両方に使われる道具で、売り上げ世界第3位を記録した。スキップが内心馬鹿にしていたアリカの創設者は、彼にすっかり惚れ込み、社からのプレゼントとして、フェラーリ GTV の新車を送った。30歳でスキップは美しくておとなしい23歳のジュリエットと結婚した。石油採掘で財を成した有名な億万長者の娘である。スキップは男子を授からなかったジュリエットの父親の目に
切れ者で野心家の息子として映るよう振る舞った。スキップは至って現実的に億万長者の義父を何でも手に入るチケットと見ていた。そして新妻のジュリエットを耐え忍ぶ優しい淑女と非常に正確に見抜いていた。妻として客の接待役という役割を完全に受け入れ、結婚後も相変わらずスキップが個人としての責任感を欠き、手当たり次第に他の相手と性的関係を持つのを黙認する女である。彼女なら彼の魅力的で上品な添え物になり、余計な口出しはしないだろう。結婚式の一週間前、すでに息子よりジュリエットに同情的だったスキップの母親は、彼に弱々しくこう尋ねた。この結婚、本当にあの人にとっていいことかしら。スキップはいつものように母親の言葉を無視しかけて、ふと何かひらめいたらしく、にやっと笑っていった。わかってるだろ。彼女は自分が何を引き当てたのか、一生気づかないさ。スキップの母親は一瞬戸惑ったが、意味を察してがっくり肩を落とした。結婚して社会的にも安定し、ありかに年間$8,000万近くの売り上げをもたらしたスキップは、36歳の誕生日を迎える前に、国際部の取締役に就任し、役員会のメンバーになった。その頃には、ジュリエットとの間に2人の娘ができ、家庭を大切にする男という仮面も板についてきた。彼の仕事上の貢献には、いささか代償がついて回ったが、費用対効果の原則で処理されないことは一つもなかった。部下たちが彼の横暴さや邪悪さを非難することもあり、秘書は彼から膝に乗るよう強要され腕を骨折したとしてありかを訴えた。この時は示談が成立し、秘書に対して$50,000の口止め料が支払われた。彼のためなら会社にとって$50,000など何でもなかった。スーパースキップの能力がその経費に十分見合うことを会社側は理解していた。この事件についてスキップは後にこう漏らした。あの秘書は頭がおかしい。自分で勝手に腕を折ったくせに。僕に逆らうなんてバカな女だ。一体なんで訴訟なんか起こしたんだ？秘書に続いて何度か女性とのいざこざで訴訟が起きたが、スキップは貴重な人材だったため、その度にアリカは小切手を切ってことを収めた。役員会の他のメンバーは彼を我が社のプリマドンナ、身勝手者と呼び始めた。年を重ねる間に彼は社から100万株以上の譲渡を受け、個人としてはアリカの創設者に次ぐ大株主になった。そして2001年、51歳のスキップは CEO、最高経営責任者にまで上り詰めた。その後、いくつかの問題が処理しきれなくなり始めたが、相変わらずの傲慢さで、スキップはうまく逃げ切れると鷹をくくっていた。だが少しばかり甘すぎたかもしれない。2003年、彼は詐欺行為で証券取引委員会によって訴えられた。もちろん彼は嫌疑を否認し、今のところ証券取引委員会の裁決は出ていない。リスクをものともせずにのし上がる。そう、スキップは、社会の隅に追いやられもせず、よだれも垂らさず、刑務所にも、今のところ、入っていない。実のところ、彼は金持ちであり、多くの場で敬意を払われている。あるいは、少なくとも恐れられている。都合のいいことに、恐れは尊敬と誤解されやすい。では、この現実のどこがいけないのか、というよりも、この現実の最悪の部分は何か。成功にもかかわらず、彼自身も他の大勢の人たちも悲劇に追い込まれた根源はどこにあるのか。答えはスキップが他の人に感情的な愛着を全く持たないことだ。彼は氷のように冷たい。彼の母親は無視されるかなぶられる。彼の妹は苦しめられる。他の女たちは性的略奪の対象に過ぎない。スキップは子供の頃から父親に一つのことしか期待していなかった。
死んで彼に遺産を残すことだ。彼の部下は操作し利用する相手であり、友人たちも同様である。妻も子供も世間体のための存在であり、カムフラージュだった。スキップは知能が高く、ビジネスの駆け引きに抜群の力を発揮した。だが何より優れていたのは、自分の心が空であることを誰にも気取られない能力。そしてそれに気づいた一握りの相手を黙らせてしまう力だった。大抵の人は情けないほど外見に左右される。そしてスキップは小さい頃から外見が良かった。彼は笑い方を心得ていたし魅力があった。彼にフェラーリを送った上司にたっぷりおべっかを使いながら内心でバカにしていたことは容易に想像がつく。ひたすら誰に対しても感謝の気持ちが湧かないのだ。彼は巧みに絶え間なく嘘をつき、罪の意識がないため、素振りや顔の表情でバレることもない。彼はセックスで女を操り、さまざまな役割。会社のスーパースター、義理の息子、夫、父親の裏に感情の空白を隠し、ほとんど見破られることはなかった。要望とセックスと役割演技が効果を発揮しない場合は、スキップは確実に効き目のある恐怖を使う。彼の冷たさは基本的に恐ろしいものだ。ロバート・ヘアはこう書いている。多くの人はサイコパスの強くて感情のない捕食動物的な目で見つめられると抵抗できにくくなる。スキップの真っ青な瞳も、彼の妹が変な目つきと言ったように、敏感な人には獲物を狙う冷酷なハンターの目に見えただろう。見つめられたらおそらく黙るしかなかったと思われる。あなたにスキップの素顔がわかり、彼の心の状態や手口を見抜いたとしても、彼を排除することなどできるだろうか。誰にどう訴えればいいのだろう。彼は嘘つきだ。彼は狂っている。彼はオフィスで私をレイプした。彼の目つきは怪しい。彼は子供の頃カエルを殺した。だが相手はアルマーニのスーツに身を包んだ地域のリーダーだ。ジュリエットの大事な夫で二人の子供の父親、アリカ社の CEO なのだ。どんな証拠をもとに彼の何を非難できるのか。最高経営責任者スキップと彼を非難する人間とどちらの言い分がまともに受け取られるだろう。しかも彼の立場を不動のものにしているのが、様々な理由でスキップを必要とする人たちだ。その中には財力や権力を持つ人々がいる。その彼らがあなたの言葉に耳を傾けるだろうか。攻撃を寄せつけない点も含め、多くの特徴から言ってスキップは典型的なサイコパスである。アメリカ精神医学会の用語を借りれば、彼は刺激に対する欲求が異常に強い。そこで大きなリスクを冒し、罪悪感なしに他の人々を誘惑して同じリスクを負わせる。証拠資料はなく、両親の社会的地位によってうやむやにされたが、彼は子供時代に問題行動を起こした過去がある。彼は人を騙し操作する。相手の身の安全を全く考えずに衝動的な攻撃を行う。腕を折られた秘書をはじめ、乱暴されながら噂をもみ消された女性たちがその例だ。代表的な症状の中で、スキップに唯一縁がないのはアルコール、あるいは麻薬の乱用である。ディナーの後でウイスキーを飲みすぎたことが一回ある程度だ。それ以外の部分では完璧にサイコパスに当てはまる。彼は誰とも絆を結ぼうとせず、常に無責任で良心の呵責を感じない。絆が結べずゲームに走る。では彼の心の中で何がどう動いているのだろう。何が彼を突き動かすのだろう。スキップは一体何を望んでいるのか。人は大抵誰かに励まされ意欲をかきたてられる。誰かが私たちに望みや夢を与える。
共に住んでいる人、遠くにいる人、死んだ人、頭から離れない腹の立つ相手、そこに住む人のせいで懐かしく感じられる場所、あるいはペット。そうした存在が私たちの心や頭を満たす。どんなに内向的な人でも、誰かとの関係によって自分が成り立っており、他の人たちへの反応や感情、反発や行為が自分の中で大きな比重を占める。気持ちの駆け引き、恋、慈しみ、拒絶、和解などは、小説や歌の中にふんだんに出てくる。人は何にも増して誰かとの関係を求める生き物であり、この特徴は霊長類の祖先にまで遡る。動物行動学者のジェーン・グドールは、ゴンベで観察したチンパンジーの群れについてこう語っている。彼らは社会的調和を維持したり、修復したりするための行動パターンを豊かに持っている。抱き合う、キスをする、軽く叩く、手を握るなどの行為で、長い間離れていた相手に挨拶をする。お互い同士、時間をかけて穏やかに毛づくろいをする。食べ物を分け合い、病気や怪我をした者をいたわる。そんな根源的な他者との絆を欠いたとき、人はどうなるだろう。間違いなく人は巨大なチェスに似たゲームの指し手になり、他の人々を駒として扱うだろう。それがサイコパス的な行動と欲望の本質なのだ。スキップが唯一心から望んだもの、それは勝つことだった。スキップは愛の対象として誰かを求めたことは一度もない。彼は愛せないのだ。友人や家族が病気になったり困ったりしても心配をしない。自分以外の人間には関心がないので、仕事で成功した話を両親や妻に聞かせることもない。自分の気に入った相手とディナーに出かけても、その時間を相手と分かち合うことはない。そして、子供が生まれた時、彼は嫌がりはしなかったが嬉しそうにもしなかった。子供といても真の喜びは感じず、成長を楽しみにすることもないのだ。だがスキップにできること、誰よりも得意なことが一つある。勝つことだ。彼は支配ができる。他の人々を自分の思い通りに動かせる。少年時代に彼はカエルを思い通りに殺すことができ、思い通りに妹に悲鳴を上げさせることができた。そして今、彼はもっと大きくてやりがいのあるゲームに手を染めている。人々が生活のために苦労している世界で、スキップは人々を操って30前に早々と金持ちになった。彼は高学歴の上司や億万長者の義父までも馬鹿にできる。よなれた先輩たちをぎょっとさせ、陰で彼らを嘲笑える。国際的な場で大きな取引に口を出し、自分に有利なように交渉を運ばせて、しかも誰にも文句を言わせない。文句を言う者があれば、絶妙なタイミングの一言二言で相手の動きを封じる。彼は人々を怯えさせ、攻撃し、腕を折り、将来を潰し、金持ちの同僚を騙して、自分が支払うべき罰金を肩代わりさせる。彼は自分ならどんな女も手に入れることができ、どんな相手も操れると考えている。その中には証券取引委員会のメンバーも入っている。彼はスーパースキップであり、策略や詐欺行為にのみスリルを感じ、ゲームの腕を磨くことに専念してきた。彼にとってゲームがすべてなのだ。抜け目なく表には出さないが、彼は他の人々を間抜けなお人よしと見ている。感情的な愛着や良心を欠いた人間の心は、まさにそんな状態なのだ。人生は競技に過ぎなくなり、他の人間は盾として利用され、動かされて、やがては捨てられるゲームの駒でしかなくなる。切手を盗み続けたポストマン。もちろんスキップほどの IQ や要望を持つ人は少ない。そもそもサイコパスを含め、大抵の人は知能も容姿も普通であり、
平均的なサイコパスはスーパースキップと違ってゲームをしても国際的なエリートリーグに入ることはない。私もそうだが、現在の心理学者の多くは1970年代の大学生時代に見た資料映画で初めてサイコパスについて学んだ。映画にはスタンプマンと名付けられた男の冴えない実例が記録されていた。彼は生涯にわたってアメリカ各地の郵便局から切手を盗み続けたのだ。切手を所有したり、売って現金に変えたりしたかったわけではない。彼は夜中に押し入って切手を奪った後、翌朝郵便局に出勤してきた局員が大騒ぎをし、警察が駆けつける様子を少し離れた場所から見物するのがひたすら楽しみだったのだ。画面に映る痩せて顔色の悪いネズミのようなその男はいかにも貧相だった。彼の知能はせいぜい並程度で、スキップのように巧みな戦略で億万長者を相手に世界を股にかけた派手なゲームはできなかった。だが彼もやはり切手を盗むというゲームをしていたのであり、心理的にはスキップの会社ゲームと驚くほど似ていた。スキップと違ってスタンプマンのやり方はやぼったく見えすいていたし、彼はいつも発見され逮捕された。裁判にかけられ何度も刑務所送りになった。彼の人生は盗み、見物し、刑務所に入り、出所してまた盗むという繰り返しだった。だが彼は気にしなかった。自分の行為から生まれる結果については全く無頓着だったのだ。彼にとって大事なのはゲームをしては1時間ほど見物し、スタンプマンが人々をあっと言わせたのを確認することだった。人をあっと言わせることは彼の勝利を意味しており、その点には裕福なスキップと同様、サイコパスの願望が現れている。他の人々を支配したい、勝ちたいという願望である。そして他の人を支配する究極の行為が、その命を奪うことかもしれない。サイコパスの異常行動を考えるとき、多くの人がまず思い浮かべるのが、残虐な殺人者や冷酷な連続殺人犯だろう。確かにサイコパス的殺人は、良心を欠いた精神の最も恐るべき霊障に違いない。そうした事件があると、新聞やテレビで派手に報道され、映画にもサイコパス的人物がよく登場する。自分たちの身近に良心の呵責もなく、冷酷に人を殺せるサイコパスの怪物がいると思えば、誰でも背筋が寒くなる。だが一般的な認識とは逆に、サイコパスの多くは殺人者ではない。少なくとも自分の手で殺すことはない。それは統計からだけでもわかる。アメリカでは人口の 4% がサイコパスだが、刑務所の中やギャングのいる地域や貧民街、戦争で破壊された地域を除き、殺人者がいる割合はそれよりはるかに低い。一人の人間の中でサイコパシーと流血への欲望が重なり合ったとき、結果はまるで映画のような悪夢になり、現実とは思えない恐ろしい人物が出来上がる。だが大抵のサイコパスは、ポルポトのような大量殺人者でも、テッド・バンディのような連続殺人犯でもない。彼らの多くは私たちと同じような一見ごく普通の人で、長い間サイコパスと見抜かれずにいる。例えばスキップやスタンプマンのような人物だったり、子供を道具として利用する母親、弱い立場にある患者の力を意図的に奪うセラピスト、誘惑して相手の心を操る恋人、あるいは銀行口座を空にして行方をくらますビジネスパートナー、人を利用した後自分は何もしていないと嘘吹く魅力的な友人だったりする。サイコパスが他の人々を支配する方法、確実に勝つために考え出す策略は多種多様であり、暴力と結びつくのはほんの一部に過ぎないのだ。暴力行為は派手で、起きた場合は与えるショックが大きいが、
残虐な殺人は良心の欠如が生む典型的な行為ではない。それよりも肝心なのはゲームだ。世界を支配することから昼食代を払わないことまで、勝つことがすべてなのだ。ゲームの仕方は常に同じ。支配し、人をあっと言わせ、勝つ。感情的愛着や良心が欠けている場合、人間関係で残っているのは相手に勝つことだけだ。関係に価値がなくなると相手を殺すことで支配を達成する場合もある。だが支配の仕方でもっと多いのは、カエルを殺す、性的な征服を誇る、友人を騙して利用する、地理の鉱山を食い物にする、人が騒ぐのを見るためだけに切手を盗む、といったことだ。彼らは自分に虚しさを感じるか。サイコパスは自分の本性が分かっているだろうか。仕事の中で私はこのような質問を何度も受けた。とりわけサイコパスによって自分の人生を狂わされた人たちはその点に関心を持っていた。全く良心を欠いた人生を送る人間がいるとしても、少なくとも本人はその事実を認識すべきだと考えたくなるのが人情かもしれない。だが実際はそうはいかない。私たちが邪悪とみなす人たちの大半は、自分は全く悪くないと考えている。サイコパスは自分の下した決断にも、またその結果にも責任を持とうとしない。実のところ、自分とは関係ないとして、悪しき行為の結果から目をそらすこと。アメリカ精神医学会の用語を使えば、一貫した無責任さ、は反社会性人格障害の基本である。スキップに例をとれば、彼は秘書の腕を折っておきながら、抵抗した秘書が自分で勝手に腕を折ったのだと言った。良心を持たない人々は自分は何も悪いことをしていないと言いたがる。禁酒法時代にシカゴで幅を利かせたサディスト的なギャング、アルカポネの有名な言葉がある。俺は明日フロリダのセントピーターズバーグに引っ越す。だからシカゴのご立派な市民たちはたらふく祝い酒を飲むがいい。俺はこの仕事にうんざりした。苦労ばかりで感謝もされない。人生の一番いい時期を世の中のために尽くしたっていうのに。他のサイコパスはこんな御託は並べないし、とんでもない暴言を人に聞いてもらえるような立場にもない。彼らは自分が手を下した破壊的な結果を目の前にしても、ただやったのは自分ではないというだけだ。そして心からそう思っているような顔をするだろう。つまりサイコパスには自意識も欠けている。他の人と絆を結べないばかりか、自分自身との関係も非常に希薄なのだ。しかも良心のない人々は、自分が他の人より優れていると考えたがる。自分以外のものをお人よしで間抜けなつまらない人間とみなし、なぜこれほど大勢の人たちが大事な野心のために人を操ろうとしないのか理解できない。あるいは人間は皆同じだ。自分と同様平気で悪事をする。単に良心という絵空事を演じているに過ぎないと決めつける。そして世の中でごまかしなく正直に生きているのは自分だけだと嘘吹く。インチキな社会で自分だけが本物なのだと。とはいえ、私はサイコパスも意識のどこかずっと下の方で、自分には何かが欠けている、他の人たちが持っている何かが自分にはないという、かすかなささやき声が聞こえるのではないかと考えている。というのも、実際にサイコパスたちが、虚しいとかうつろだというのを聞いたことがあるからだ。良心のない人が妬み、ゲームの中で破壊したいと望むのは、良心を持つ人の人格だ。そしてサイコパスが標的にするのは、地球そのものや物質的世界ではなく人間である。サイコパスは他の人々にゲームを仕掛ける。彼らは無生物の威力には興味を持たない。世界貿易センタービルが爆破されたのも、狙われたのはその中に人がいたから、
そして大惨事を見聞きする人々がいたからだ。言ってみればサイコパスも人類そのものと何がしかの絆を保っているのだ。だが彼らの中に戦争を生むこの細い絆は一面的で不毛であり、多くの人々がお互いに示す複雑で生き生きとした感情的反応とは比べ物にならない。あなたが他の人に対して勝ちたいという冷たい望みしか感じないとしたら、愛や友情や思いやりの意味は理解できないだろう。あなたはただひたすら人を支配し、人を否定し、優越感に浸ろうとする。時々ふと虚しさや漠然とした不満を感じるかもしれないが、それだけのことだ。そして他の人間に対して自分が何をしたかを完全に理解できなければ、自分の実態も理解できないだろう。スーパースキップ本人と同じように、スーパースキップの鏡は嘘しかつかない。その鏡に魂の冷たさは映らない。スキップは自分が意味や温かさがあふれる人生を送れたかもしれないことを理解しないまま一生を終わるだろう。
たのはいいだけは今度の愛だけは他の人とは違うと思っていたけど抱かれるその度に背中が悲しくていつか切り出す別れの言葉が怖くて心凍らせて愛を凍らせて今がどこへも行かないように心凍らせて夢を凍らせて涙の終わりにならないように捨ててもいいほど思っていたけどあなたのその胸はいつでも遠すぎてきっと理想の誰かを宿して生きてる心流されて愛に流されて今も思い出捕まりながら心流されて夢に流されてあなたの右手とはぐれぬように心凍らせて愛を凍らせて今がどこへも行かないように心凍らせて夢を凍らせて涙の終わりにならないように大変真面目なお話です。というか僕のかなり個人的な主観も入ってしまうかもしれませんが、一応僕の見える範囲の中でのお話できることをがっつり喋りたいと思います。今日の題材はこちら。サイコパスについてです。はい。サイコパスというのは一応身の回りの人間およそ 1% がサイコパスだと言われています。これらにもまあランクがあるんですけれども、重度のサイコパスだったりとか、軽度のサイコパスの人もいます。あまり一括りにはできない存在なんですけれども、一応ですね、着地点としましてはちょっと別のところに着地点を持っていきたいと思います。それでは、サイコパスというのは一体どういう存在なのか皆さんで一緒に考えてみましょう。行ってみましょう。レッツゴーしてあげた方がいいんじゃないかなっていうふうに思います。そうじゃないと、あなたの大切な人はサイコパスになってしまうかもしれないです。だってその方が、資本主義国家、民主主義国家においては成功するんだもの。ということでした。はい。サイコパスの方が圧倒的に人生はイージーモードで成功しやすい。だけどそれって人間の本質的な幸せに直結しているのかなっていうところをちょっと考えてみてください。別に犯罪欲求がある人とか、猟奇的な殺人を犯しちゃった人とかがサイコパスってわけでは全然ないです。
ものすごく怖い人、ものすごく変な人、サイコパスってわけでは全然ないです。だって自分の人生をイージーモードに、ある目的、人間としての成功、社会的にはこういうのが成功だよねって向かって歩いていくためには、周りにはいい人だって思われた方が得ですからね。周りには素晴らしい人格者よねって思われた方が得なんですからね。全てを手に入れて、しかも人格者で幸せそうに見えるあなたの身近な人、それはもしかしたら凶悪な犯罪者とか凶悪な最高犯罪者なんですかね、そういう凶悪犯罪者の人たちと同じような精神状態にあってもおかしくないかもしれないということですね。うん、やりたいこと伸ばすっていうのはいいことですよ。それが成功してもしなくてもいいじゃないですか。だって人の人生だもの、自分の人生というのは自分が決めるものです。ただ悔いが残んないようにっていうことを極めていかないと、突き詰めていかないと、自分もいつの間にかサイコパス的な思想になってしまうかもしれません。自分の中のサイコパスが芽生えないようにするためには、何より自分を大切にするのがいいかと思います。もし自分はサイコパスなのかそうじゃないのかっていう人たちは、サイコパス診断とかそういうことに。細胞の表面には頭のヒゲが生えている、61ページ。エネルギー源となる栄養素、これが長年にわたる炭水化物のイメージでした。20世紀の終わり、炭水化物に従来のイメージを変える新しい光が当てられることになりました。それが糖質栄養素です。糖質栄養素はいろいろな糖とタンパク質や脂質が結びついた複合糖質、糖タンパク質と糖脂質の糖鎖を作るのです。糖鎖は馴染みのない言葉でしょうが、私たちの細胞膜にあるヒゲのようなものです。英語ではシュガーチェーン、まさにそのものズバリの呼び名です。私たちの細胞の一つ一つは細胞膜に包まれています。その細胞膜には多くのタンパク質や脂質が埋め込まれた状態で存在しています。糖鎖はそのタンパク質や脂質とつながった糖タンパク質や糖脂質の一部としてヒゲのように出ているのです。私たちの体の中の全タンパク質の約半数に糖鎖がついていると言われています。1960年代から細胞の研究者は糖鎖の存在を報告していました。糖鎖がどんな働きをするのか、なぜこんなものが細胞にあるのか、ここは謎でしたが、科学技術は飛躍的に進歩しました。電子顕微鏡は超ミクロな世界を目の当たりにすることを可能にし、生化学の分析技術も進みました。その結果、糖鎖は8種類の糖からできていることが明らかにされます。この8種類の糖について初めて記載したのは1996年のハーパー生化学第24版でした。私マレーは著者の一人としてハーパー生化学の第21版から携わっています。その記述は次のようなものでした。自然界には約200の単糖が見出されているが、糖タンパク質のオリゴ糖鎖中には普通8種の糖のみが認められる。細胞の表面に突き出しているヒゲ、つまり糖タンパク質の糖鎖の正体はオリゴ糖、3から20ほどの単糖が鎖のようにつながったものです。そしてそのオリゴ糖の糖鎖を作っているのが第1章で紹介したグルコース、ガラクトース、マンノース、フコース、キシロース、N アセチルグルコサミン、N アセチルガラクトサミン、N アセチルノイラミン酸、シアル酸の8種類の糖なのです。63ページに細胞膜の模式図の図がありますが、文中に説明がありますので省略します。糖鎖を作る糖はどこから来るのか、64ページ。糖鎖の研究が進み、その重要な働きが徐々に分かってきました。そのことから、糖鎖を作る8種類の糖には、糖鎖を作る糖には、
糖質栄養素という名前が付けられています。ではこの8種の糖がどこから来るのか、これが大きな謎でした。自然界には200種類ほどの単糖があり、グルコースは自然界に存在する単糖の非常に大きな部分を占めています。残りの単糖が占める割合はそれほど多くありません。糖鎖を作る8種類の糖にはグルコースもありますが、残りの7種類はグルコースに比べるとはるかに少ないのです。長い間糖鎖を作るこれらの糖はどれも体内でグルコースから作られると信じられていました。しかし各方面の立証でこれはほんの側面に過ぎないことが示されたのです。例えばマンノースはグルコースから変換されることなく糖タンパク質に組み入れられることが報告されています。その後アロエベラの多糖類アセマンナンから糖質栄養素の一つであるマンノースが発見されたのをきっかけに糖質栄養素のサプリメントが作られています。このサプリメントの素材は8種類の糖質栄養素を含む厳選された植物の多糖類や複合体ですが、実際にこのサプリメントを摂ると細胞の糖鎖が変わることが確認されつつあります。腸内細菌の研究で善玉菌が糖を分解することはすでに分かっています。糖質栄養素のサプリメントに配合されている多糖類も善玉菌によって分解され、ビフィズス菌や乳酸菌が増えることが明らかになっています。65ページに自然界に存在する単糖の割合を円の大きさでモデル的に表した図がありますが、文中に説明がありますので省略します。糖質栄養素が作る糖鎖の働き。1、あなたの血液型は糖鎖が決めている。66ページ。ここを言えば、玄米食は体を壊してもとにかく痩せたいという人に向いていると言えましょう。繊維、ダイエットファイバーです。そしてそこにはフィチン酸という酸が含まれています。ご存知の通り、酸はアルカリと結合して中性の塩になる性質を持っています。次にフィチン酸は鉄やカルシウムがあるとそれと結合してフィチン酸塩を作ってしまいます。この塩、つまりフィチン酸鉄やフィチン酸カルシウムなどは水に溶けない性質のものです。したがって鉄やカルシウムを含んだ食物と玄米が一緒になると、これが水に溶けないフィチン酸塩になるので腸から吸収できなくなります。私の友達のお孫さんは生まれつき耳も聞こえず目も見えず自分で動くこともできません。毎日リハビリに通っていてもどうにもなりません。本当に気の毒です。これはお母さんに問題がありました。玄米生食を忠実に守った食生活がこの痛ましい結果を生んだのです。那覇で聞いた話ですが、生まれたばかりの赤ちゃんが引きつけを起こしました。お医者さんが不思議に思って母親にいろいろと質問をしてみました。そして玄米食をやっていたことを、次にチョコレートを食べ過ぎていないかを聞いた。大好きで毎日食べているという。チョコレートには偏頭痛を誘発するチラミンという化学物質が含まれており、これをやめないと偏頭痛は治らない。これは漢方医学の知識ではなく科学的研究の成果である。そこでチョコレートとココアをやめることと胃腸を冷やすアイスクリームなどは食べないことを約束したときに、彼女がこう言った。チョコレートを頑張ってやめたら本当に楽になりましたと、無性に食べたくなって思い切り食べていたのです。こうして12週間が経過した。最初の1ヶ月間で1回だけ頭痛が起こりそうになったが、漢方薬を服用し入浴したら治ってしまった。それ以後頭痛はない。服薬後の体調の変化は
布団に入ると足先がすぐに温まるようになり、ぐっすり眠れるようになったとのことである。に含まれます。スーパーやコンビニなどの菓子パンだけでなく、手作り店のパンにもマーガリンやショートニングが使われていることがあります。ファストフードのフライドポテトやコンビニやスーパーの揚げ物はショートニングを大量に加えて揚げられています。冷めてもカリッサクッとする歯触りはショートニングによって演出されているものです。このトランス脂肪酸も頭皮と髪の健康を損なう困った働きをします。人の体を構成する約37兆個の細胞の膜はコレステロールとともに油脂に含まれる脂肪酸を材料とします。細胞膜の材料となる脂肪酸にはオメガ6脂肪酸とオメガ3脂肪酸があります。オメガ6脂肪酸は細胞膜を固く丈夫にし、オメガ3脂肪酸は細胞膜を柔軟にします。両者がバランスよく存在することで、丈夫でありながら柔軟な細胞膜が作られます。ところが体内にトランス脂肪酸があふれていると、細胞は分裂の際にこのトランス脂肪酸を材料に使ってしまうのです。日本人にとってがんは国民病となりました。2人に1人ががんになり、そのうちの3人に1人が命を落とす時代です。がん細胞は細胞分裂する際にコピーミスを生じ、突然変異を起こして発生します。その時にトランス脂肪酸が材料として使われてしまうと、細胞膜を健全に作れず、がん細胞がより発生しやすくなると考えられています。頭皮の細胞にも良いことは何もありません。トランス脂肪酸を含んだ細胞膜では頭皮の柔軟性や厚みは失われ、血行も悪化することは避けられないでしょう。トランス脂肪酸の危険性が問われるようになり、最近ではパーム油が大量に使われるようになりました。パーム油は世界で最も多く生産される植物油です。この名を聞いてピンとくる人は少ないと思いますが、実は日本人1人当たりのパーム油の年間消費量はなんと 4kg と言われています。この油は半固形状で酸化しにくく安価だという長所を持ちます。揚げ物などに使えばサクッと仕上がり、加工食品も口当たり良くしてくれ、ダイエットで育毛効果を台無しにした男性、炭水化物ダイエットというのでしょうか。主食であるご飯を抜くダイエットには痩せる効果があるので、取り組んだことがある人も多いでしょう。このダイエット法に取り組んで、せっかく出ていた育毛効果を台無しにしたのが K さんでした。 K さんは20代の男性で、お仕事はシステムエンジニアです。私がご相談を受けたまわっていて一番多い職業です。なぜシステムエンジニアの人に薄毛の人が多いのかというと、そのお仕事に問題があります。ずっと座って同じ姿勢でパソコン画面を見ながらキーボードを叩いているのです。動かないイコール血の巡りが悪くなる。肩や首筋が緊張して頭皮まで血が巡りづらくなる。ずっと頭を使っているので頭皮が緊張し血が巡らないイコール頭皮が風船のように張っている人もいる。これが分かっていたので、体を動かすことと頭皮を含めて肩や首筋の緊張をほぐすケアをしていただき、そして1年経過後くらいに少し増え始めていたのです。ところが太っているわけではないのに、炭水化物ダイエットをしたために頭皮にエネルギーが巡ってこなくなってしまい、せっかくの育毛の効果が台無しになってしまいました。とてももったいない話です。炭水化物ダイエットは痩せる効果はありますが、50歳以下の人が取り組むと危険が伴います。理由は、50歳以下の人の生きるためのエネルギーは糖質が主になっているからです。人は年齢を重ねると、だんだんと生きるためのエネルギーを糖質からミトコンドリアに変えていきます。しかし K さんのように20代の人の場合は、糖質がとても重要なエネルギー源なので、
減らしすぎるといけないのです。よそです。日本人には炭水化物、特に糖について偏見があります。生化学の最先端で今話題になっているのは糖鎖です。糖質栄養素は糖鎖を作る糖であることから、糖質栄養素の研究も精力的に行われています。日本でこれまで糖質栄養素を取り上げた本はなかったと思います。その意味で本書に教著者として名を連ねられたことは大きな喜びです。するため私は渡米しました。会議の後、マレー博士と食事をしながら、いろいろと語り合ったことを昨日のことのように覚えています。博士との話は、最初から最後まで、糖に関するものでした。その最後に、私たち二人は次のように一致したのです。博士は糖の生化学、私は糖の病気を研究してきました。病気の本は多いが、健康になるためにはどうすればいいかという情報が不足しています。私たちの課題は病気になったらどうするかではなく、心も体も健康なウェルネスを手に入れるためにはどうすればいいかを伝えることではないでしょうか。この出会いがきっかけで、マレー博士と私とで本を出版する計画が進みました。